ジーナ君、久しぶり。びっくりした。まさか転校生がジーナ君だなんて思わなかったもの。本当に偶然。え、二人って知り合いなの？それってすごい偶然だね。久しぶりじゃ。げっ。ジンノ君って友達だったのね。そうだね。うちの親と教授の親が友達同士でさ、それで赤ん坊の頃からね。へえ、素敵ね。どこがちっともよくないよ。こいつ乱暴者だから小さい頃から迷惑かけられっぱなしで。おじさんとおばさん、外国行っちゃったんだって。どこに行かれたの？アメリカなの。テロが怖いわね。俺も混ざっていい？うん、教授も元気だった？次の授業の係なの。教材を取りに行かなくちゃ。じゃあね。ああ、私もそろそろ次の授業の準備をしないと。じゃ。教授、3年見ないうちにでっかくなったな。うん、なんかすげえ雰囲気変わった。別人みたいでびっくりした。大人っぽくなったっていうかさ、この辺のやつじゃないなって感じがする。私も教室に戻る。今日は日直だし。みそのなあ、今度の日曜日カラオケ行こうや。佐田島さんの先輩がさ、おごってくれるってさ。おめえだったら超モテるって。先輩イケメンだからさ。なあ、行こうぜ。ごめんなさい、本を読んでたから気づかなかった。何か言った？なんだよ、聞いてなかったのかよ。だから今度の日曜日俺らとカラオケ。ごめんなさい、カラオケ興味がないの。それに日曜日は親と一緒に出かける予定があるから。
それにお前聞いたところによると、ミソノともなんか関係あるんだって？どうしたじゃねえよ。どういう関係だよ。嫌だね、その態度。マジ気に入らないね。なんだよ。は？お前何言って。危なっかしくて。お邪魔だった。花壇のお世話をしていたら、神野くんが保健室に担ぎ込まれたって聞いたから。カズヤギさんよ、保健室の先生を探してたみたい。思ってたよりも元気そうでよかった。でも転校早々どうしてそんなことになったの？喧嘩でもした？神野くんが喧嘩をするなんてよっぽどのことがあったのね。だって神野くんは意味もなく喧嘩する人じゃないでしょ。そうだよ、みそのさん、こいつ昔っから喧嘩をよくしてたよ。そうなの？前の学校ではそんなことなかった？ええ、全然。大げさな声出して、たかだかすり傷と打ち身じゃないの。大勢このくらいなら消毒して薬塗っときゃ治るね。それってどういうこと？偶然ね。ねえ、その子ってかわいい？あら、今度は素直なお返事だこと。いいじゃない、いいじゃない。そんでもってそんでもって、きょうちゃんの好きな子だったりしたんじゃない？何よ、きょうちゃんってば。そんな可愛い子がそばにいてどうしてそんなに冷たいのよ。どっちかっていうと高嶺の花みたいな。残念。あ、そうだ、茜ちゃんとは会った？奇遇。そうね、楽しみにしてよっと。さあ
デザートも食べ終わったことだし、もう一仕事してから寝ようかな。入ってもいい？ごめんなさい、音が聞こえたから誰だろうと思って外からノックしたんだけど気づかなかった？私、前からよくこの部屋に来ていたの。ほら、見て。あっちにも。元は天文部の部室だったみたいよ。私もたまに来ていたの。わからないわ。物置も兼ねてるみたいだから音楽室から来たのかしら。使っても悪くはないんじゃない？古いものみたいだし、置きっぱなしになっていたみたいだし。だって不安そうな顔をしてるんですもの。気にしないで。息抜きに来ているだけだから。もちろん、私も来てもいいかしら。神野くん、ちょっと来なさい。気にしなくていいわよ。 BGM になってちょうどいいくらい。神野くんがギターを弾くなんて知らなかった。いつから始めたの？児童文学、この作家さんのご本最近好きなの。
何？そうね。またね。まったく、今日の学校はなってないわね。なあなあっていうか、ことなかれ主義っていうか、まあまあって言ってら済むと思ってんのかしらねえ。あ、今日もギターの練習するの？あのね、一度きょうちゃんのギターを録音させてもらえないかな。そんなことないわよ。とっても素敵よ。きょうちゃんのギターじゃないとダメなのよ。他の音なんかダメよ。もっと広く世界中に聞かせるべき音だと思うのね。いや、むしろ大宇宙に。ううん、大げさじゃないわよ。きょうちゃんは天才よ。そんなことなんか気にしなくていいの。きょうちゃんはきょうちゃんらしく弾いてくれれば。うん、曲じゃなくていいの。っていうか、むしろ曲じゃない方がいいの。ほらほら、これ見て、今月号のアブレイズ。ここの読者投稿に、ある種の不協和音が UFO を呼び出すきっかけになるんじゃないかって記事があるでしょ。それでね、次号でこれの検証することになったわけ。そこでぜひともきょうちゃんの協力を。あのセクハラ部長。なになに、なんで和也とご一緒なわけ？まあいいけど、さっきスイマーが顔を出してさ、今日はホームルームはなしで1時間目の数学も職員会議で自習だってさ。まだわからないかな。
読み始めたばかりだから。面白かったらおすすめしましょうか。みそのさん見てんの？照れない照れない、みそのさん美人だもんな。やっぱ前の学校でも人気あった？まあね、でもさ、高嶺の花って感じ。どっちかっていうとちょっと柄の悪い連中なんかが声かけてるな。遠慮のないバカっていうか、身の程知らずっていうかさ。そうそう、あの辺の連中。佐田島も和也の前はみそのさんに声かけてたんだけど、最近はそういえばそういうところ見ないな。かもね。でもさ教授、マジ気をつけなよ。佐田島のやつまた絡んでくると思うから。部活部活。サッカー。あら、みんな今から帰り？あ、みそのさん。みそのさんも一緒に帰る？お邪魔じゃない？え、やだ、何言ってんのよ、みそのさん。邪魔だなんてそんなことあるわけないじゃん。ねえ、教授。じゃあ、お言葉に甘えようかしら。柏木さんとは家も近いしね。ちゃん、なんでこんなところに、なんて失礼ね。今日はヤミコさんの取材にお付き合いさせてくださいってキョウちゃん言ったでしょ。あら、こちらさんは？こちら同じクラスのミソノキイカさん。それってすっごい奇遇ね。はじめまして、キョウちゃんの保護者の埼玉ヤミコです。キイカちゃんっていうのね。上品そうで可愛い子。うちのキョウちゃんのことよろし。あら、別に恥ずかしくなんかないわよ。そうよ、ジンノ君、別に恥ずかしいことなんてないわよ。そうよね。ねー、それより取材って？この町に遺跡があるのね。それの調査よ。へー、面白そうだね。集団下校って行方不明事件の関係？ようちゃん、それって勘違い。デートじゃないんだから、キョウちゃんだって気をつけないといけないの。まだわかんないわよ。ああいう犯罪者は普通の人の及びもつかないようなことを考えちゃうんだから。それこそいつの間にか男の子に終止がえして、キョウちゃんみたいな子を頭からパックンバリバリって。でもそうね、そういうことならあかねちゃんとキイカちゃんも一緒に来る？え、本当に？でもお
邪魔じゃありませんか？あ、そっか、そうだよね、迷惑かもしれないよね。大丈夫、邪魔なんてことないわよ。もちろん、取材が終わったら私と京ちゃんの二人でお家まで送ってあげるわ。行く？そういうことでしたら、せっかくだし。え？オカルト？ううん、何でもないの。じゃ、そうと決まったら早速行きましょう。私も雑誌の取材には興味があるし。調べてるの？今調べてるのはね、このクレヒト町に伝わる人食い鬼と光の御柱伝説よ。人食い鬼と光の御柱？私古い話で、知ってる人はほとんどいないしね。面白そう。どういう話？そもそもは鎌倉時代、なんでも ねえねえ、それでそれで恐ろしい出来事ってどんな？その日は朝からの外ですか。さあ、結局その発狂した男の方もその後すぐに死んじゃったらしいし、でもその男、死ぬ直前にね、一瞬正気に返ってこう言い残したそうなの。あれはあの世への通路じゃった。あれってもしかして洞窟のこと？そう、その頃には若い衆の間で洞窟の奥にはお宝があるなんて噂が流れていたらしいのね。大方その男もどこからか潜り込んだんだろうって。で、そのうち洞窟に祀られていたのは人食い鬼だったんだって噂が流れて、村人たちはなんとかその鬼を退治しようとするのね。でもことごとく返り討ち。というか、我こそ鬼を倒さんと洞窟へ向かった強者たちの屍が食べ散らかされた状態で村のあちこちに放置されていたそうなの。井戸の中に放り込まれた足、軒にぶら下がる臓物、道端の水たまりは血の色に染まり、
村は不春が漂い、小さな村のありさまはまるで地獄絵図のようだったそうよ。エクだって聞かないと余計怖いもの。最後まで聞かなかったら いろいろ想像しちゃうでしょ。寝る前とか怖くなっちゃうから最後まで聞いた方がマシ。お姉ちゃん、それで村人たちはそこで人食い鬼を神として祀ることにしたの。ええ、大丈夫。そこはそれ、プロですから。つてをたどって昔この辺りにあったお寺のご住職の子孫の方から古文書を見せていただいたの。明治政府の廃仏毀釈運動の煽りで廃寺になったお寺が結構あったのよね。歴史の授業で習わなかった？まだ明治時代まで行ってないもの。この間の授業がちょうど幕末だったわね。そうそう、新選組の土方って人結構ハンサムだよね。もうちょっと登ったところだから。でもお一人だと危なくないですか？ありがとう。でも大丈夫よ、慣れてるし。作業にどのくらいかかるかわかんないしね。変なやつが来たらちゃんと大声出すから、気にせず行ってらっしゃい。教授、あんたちょっと無神経なんじゃない？みそのさんが怖がってるじゃないの。かずやぎさん、私なら大丈夫だから。遠慮しなくていいのよ、みそのさん。私も正直怖かったし。これそれとこれとは別。うん、わかんないけど、とにかく別なのよ。この辺りって星が綺麗に見えそうね。あら、あそこ何か見えない？みそのさん、どうかしたの？あそこ、ほら、レンガみたいなものが見えるの。あ、本当だ。なんだろうね、あれ。ありそうじゃない？行ってみようよ。でもさ、闇子お姉ちゃんから何か見つけたら教えてねって言われてたでしょ。じゃあ一度戻って闇子さんにお知らせしてみる？それもいいけど、どうせならそんなの見に行ってみないとわかんないじゃないよ。でもここからあそこまでは道もないし、草も茂っているから、下がどうなっているかもわからないもの。大丈夫大丈夫、教授は山道には慣れてるもんね。
そうよ、誰も私が見に行くなんて言ってないでしょ。だいたい闇子お姉ちゃんを危ない目に遭わせるつもり。まず男の子である教授が見に行って安全かどうか確認してから闇子お姉ちゃんに教えるのが筋ってものじゃない。でも本当？神野くん気をつけてね。携帯のナンバーを交換しておくといいかもしれないわ。万が一足を踏み外したりしたら大変だし。ミサナさんの言う通りじゃない。万が一ってこともあるし。神野くんの携帯ナンバー教えてくれる？私も。ああ、ついでにメアドもね。あ、気をつけてね。大丈夫？汚れても構わないわ。うん、ねえ、それよりこれってなんだろう。井戸かな。こういう形のものも本で見たことがあるわ。明治時代以降に作られたものならレンガ作りの井戸もありそうよね。うん、うちの親戚ん家にあったのもこんな感じだったな。あ、ほら、ここに柱があった跡がある。昔はきっと滑車とか桶とかちゃんとついてたんだよ。やめなさいよ。中から髪の長い女の幽霊なんか出てきたらどうすんのよ。そういう例えは。あ、ごめんなさい、ミソラさんを脅かすつもりじゃなかったの。ねえってば、本当にやめようよ。落っこちたらどうすんのよ。今ここで私があんたを止めなかったら誰が止めるっていうのよ。え、ほんと？どうなってる？なに？私に何か。鉄棒がそんなにいいんだ。ミソノさん？なんでもないの。なんでもないの？それにね、私あんたの顔嫌い。だい。ええ、そうね。神野くん、ごめんなさい。
私にも聞こえなかったの。変な子だったね。わけのわかんないことばっか言っちゃってさ、ひねくれてたよね。そうね。おかえり。何か見つかった？闇子お姉ちゃん、どうしたの？みんな妙な顔しちゃって。あ、古井戸ってレンガのやつ？まあね、あれ危ないからあんまり近寄っちゃダメよ。危ないのならゆかちゃんにもそう言ってあげればよかったかな。聞こえなかったけど教授には聞こえたんでしょ？私たちが聞きそびれちゃっただけよね、ミサノさん。ええ、そうよね、そうだと思うのだけど。やだ、どうしたのよ。ミサノさんってば元気ないよ。なんでもないわ、ちょっと疲れちゃっただけ。心配かけちゃってごめんなさい。ゆかちゃんって可愛かったじゃない。そりゃまあそうだけど。よくわからないけど、つまり変なのに絡まれちゃったってこと？取材はもういいの？まあこれ以上は何にも出てこないみたいだし。あの、万が一の力仕事のため。わあ、公園なんて久しぶり。ちょっと遊んでいかない？はーい、早く行きましょう。こんな公園前はなかったわよね。いつできたの？去年だったかな。よく覚えてないんだけど。あ、鉄棒。私子供の時得意だったのよね。よーし。よう、ちゃん、回るかな、どうかな。おお、できるじゃない。やみこお姉ちゃん、一回転じゃつまんないって。連続連続。いいわよ。じゃあ何回回れるか競争する？いいよ。みさなさんもやらない？私はいいわ、スカートだし。教授、あんたあっち向いててね。教授見てないから。水野さんもやろう。ないわ。ミサノさん、いや、なら闇子お姉ちゃん、私たちだけで。やるわ。ちょっと待って。
負けないから。ちょっと教授、こっち見てんじゃないわよ。嘘ばっかり、今ちゃっかり見てたわよ。今のうちに返すよ。なあ、やみこお姉ちゃんずるい。鉄棒がそんなに。私の話って傑作なのばっかりなんだもの。きょうちゃんのは一つや二つじゃないでしょ。三つも四つも五つも六つも。ほらほら、あれなんか最高やね。一年生の時、海に泳ぎに行った後お風呂で。ところでさ、キーカちゃんって美人よね。あの子ね、私の幼なじみによく似てるわ。頭が良くて性格も良くて美人でね。ちょうどあんな風なロングヘアで、真似して伸ばしてみたこともあったんだけど、もう髪質が違うから全然雰囲気違うのね。キーカちゃん見てたらそういうこと思い出しちゃった。ははーん、さてはキョウちゃん興味があるんだ。悪くないわよ。私も美人さんには興味があるし、気が合うわね。ちなみにその子はいい男捕まえて早くに結婚しちゃったわよ。もうその時は悔しくって悔しくって。違うわよ、その子を取られたのがもう悔しくて。あんなやつに、私の素直で可愛くて頭も良くてスタイルも性格もいい大事な彼女を取られるかと思ったら、式の前の日は夜も眠れなかったわよ。それとこれとは別。あら、キョウちゃん知らないの？隠し味にチョコ入れる人って結構いるものなのよ。何よ。というわけで、皆には今回のことを反面教師として。反面教師って言葉わかるかな。つまり悪い手本として見習わぬようにということだ。君、いい加減にしてくれないかな。やめとけよ。女同士の喧嘩に口挟んだらこっちが悪者になっちまうよ。お話の途中で割り込んで悪いけど、なんだミュー、何か言いたいことがあるミュー。いいえ、口
口を挟む気はないの。ただ次の授業がそろそろ始まるわよ。本当だミュ、本当ね。本当だわ。そうさ、ミソノの言う通りだ。お前たちも妙なことばかり言ってないで、そろそろ自分の席に戻った方がいいぞ。お前たち、カズヤギに絡みすぎだ。カズヤギは別に悪いことはしていないだろう。でも…ねえ…見ろ、何の関係もないミソノにまで気を使わせてるじゃないか。なあ、ミソノ。とにかく、わかったな。頼むから俺の顔に泥を塗らないでくれ。はーい、みゅっ。はーい。はーい。味噌のキイカは苦手みょ。できすぎてるものね。美人で頭がよくて。スタイルも性格もいいわよ。じゃあ、カズヤギ、そういうことで。ありがとう。ミソノさん、私は別に休み時間が終わるって本当のことを言いに来ただけだもの。貴重な休み時間をバカなことに使っちゃったな。はーい、みんな席について、授業始めるわよ。そう、じゃあな。じゃあミソノとあの転校生って同じ学校にいたのかよ。らしいぜ。マジかよ。そんで転校生とミソノってもしかしてできてたの？できてたかどうかは知らねえけど、マジムカつくよな。カズヤミにしたってミソノにしたって、佐田島さんが狙ってる女子はみんな転校生と関係あるんじゃん。転校生マジヤバくね。超ヤバいって感じ。お掃除頑張れよな。あいにくだが俺は今日病院に行かなきゃでね。傷が痛むんで早退するよ。教授ってさ、なんでもない、
にそんなことないわ。きょうちゃん、おはよう、ジンナ君。どうかしたの？古文の宿題やってきた？ジンナ君、前から古文苦手だったものね。どうぞ。こんにちは。ジンナ君のパンも美味しそうよ。ここの売店のパン、まだ食べたことがないの。何？昨日って？ああ、違うの。昨日はピアノのレッスンだったから気が重くて。嫌いじゃないけど、昨日はあまり練習できてなかったから、先生に叱られると思うと億劫だったの。ちょっとだけ。ありがとう、あの星座盤を。やっぱり素敵。紙の星座盤よりもずっと宇宙に近い気がする。私、もしかして妙なことを言ったかしら。ありがとう。ほら、この星座が今くらいの季節の夜にはどのあたりに見えるのかをちょっと知りたかったの。子供の頃はプラネタリウムのアナウンスをしているお姉さんになりたかったわ。もうすぐ冬だから星がきれいに見えるようになるわね。ほら、これが髪の毛さ。エジプトの王妃の髪の毛なんですって。近くにある、これが乙女さ。そうね。でも、あったとしても、きっと私、入らなかったわ。習い事が多いの。私？
また図書委員よ。そう、またそう、前の学校の時と同じね。どうしたの？急に笑ったりして。騒ぎ？そういうこともあったかしら。でも私は同じ委員になったのが神野くんでよかったと思っていたわ。内緒。ねえ、図書室でのこと覚えてる？大変、早く戻らないと。行きましょう。ねえ、図書室でのこと。神野くん。この棚を整理していたら目に留まって、それで。やっぱり子供っぽいと思うわよね。こんな絵本読みふけっちゃって。よかった、本当に可愛いわよね。ええ、本当は飼いたいんだけど、母が動物嫌いなの。ううん、そうね、その通りね。
ちゃん、お腹すいた。ねえ、きょうちゃん、起きてよ。お腹すいた。やあよ、ヤミコさんはこう見えて忙しいの。締め切り直前なんだから。今日の用事。遊んでたに決まってるじゃない。今のところちゃんとご飯食べられてるわよ。その通り、きょうちゃん頭いいじゃない。いや、体力のなくなるまで遊んで残りヒットポイント1のところからが勝負よ。それでこそ勝負師っていうか。あら、もしかしてドキドキしちゃった？ふーん、ほんとに？話してください。なあ、3万、いや5万出すから、ね。私そんなことしません。だから、なあ、ちょっとだけだから、ちょこっと入れるだけだからね。ですから私そういうことはしてないんです。ジンノ君。うわ、彼氏。ジンノ君、あの、彼氏か。彼氏か、彼氏か、いいね。おじちゃんも昔は嫁さんとね。心配しちゃった。ううん、それはいいの。ジンノ君って少女漫画に出てくる男の子みたいね。くれたのを読むくらいで少しね。ねえ、それよりジンノ君はどこに行こうとしていたの？
お食事に行こうとしていたのかしら。ねえ、それならお礼に何かおごらせて。ううん、神野くんが来てくれて本当に助かったもの。ダメ？本当？よかった。全然、ああいう曲今まで馴染みがなかったから面白かったわ。そうみたい。お酒臭かったもの。お母さんに叱られちゃうわ。やっぱりこんな格好で出歩いてたらダメね。かしら、うちの母にはそういういい加減な格好をしているから妙な奴に声をかけられるんだっていつも言われるんだけど。そう？母はそういう格好をさせたがるんだけど、私はこういう格好が好きなの。気楽だから。矛盾？そう言われてみればそうね。神野くん、ごめんなさい。神野くん、お先にどうぞ。ううん、神野くんから。じゃあこれから神野くんは何か予定があるのかしら。もしよかったらでいいんだけど、私今日はプラネタリウムに行こうと思っていたの。一緒に。少年自然博物館にあるの。バスで30分くらいかかるけど。目が回りそうよね。ほら、アナウンスの声聞こえる？私ね、本当はああいうお仕事をしたかったの。プラネタリウムで
子供たちを案内したり、アナウンスしたり。そう。変かしら。神野くん、今日はどうもありがとう。じゃあ、私ここで。でも、神野くん、でも。そこの角まででいいわ。そこを曲がるとすぐに家だから。ううん、母に見つかるとちょっと。ごめんなさい、私。遅かったのね、キッカ。ええ、図書館が混んでて。私ね、本当はああいうお仕事をしたかったの。プラネタリウムで子供たちを案内したり、アナウンスしたり。楽しそうだね。朝ごはん。まあ、それじゃあ校外学習は取りやめになさるの？ああ、その方がいいだろうね。でも仕方がないわね。こう、だっておとなしく待ってた方が京ちゃんの反応が面白いと思ったんだもの。罪悪感芽生えちゃうでしょ。
おはよう。昨日はありがとう。そういえばそうね。おはよう、今日、マジ、何、それ、どういうこと？おはよう、マキ君。あ、おはようございます。なんで教授がミソノさんと一緒に登校してくんの？いや、悪くはないけど。いやさ、ミソノさんと教授って美女と野獣っつうか美女と乱暴者って感じはするけど、案外似合ってんじゃん。うん、佐田島なんかに持ってかれるよりよっぽどいいや。教授、ミソノさんと付き合っちまいなよ。うわ、信じらんないもの見た。教授が照れてる。そこの二人、うるさいわよ。今日の強度調査だけど、ああ、教授は知らなかったっけ。五六時間目の続き授業でさ、この辺の土地を調べて地図を作ることになってんだ。名所とか旧跡っつの？あ、教授だけ班が決まってないもんな。俺んとこの班に混ざっちまえば。あ、本日の共同調査だが、予定通り行うこととします。そんなことないわ。でも、どうして？やだ、気のせいよ。なんかいい感じじゃん。ちょっと、二人ともこんなところでふざけないでよ。足踏みは…井戸って、これ？へえ、こんなのがあるなんて俺知らなかったよ。古い井戸、こんな感じかしら。ま、それもそうだよな。でもさ、こんなに頼まれちゃってるのに断っちゃうと悪いじゃん。ねえ、なに、私に何か？鉄棒がそんなにいいんだ。ゆかちゃん、泣かないで。ちんのくん、もう
すげえ、鶴の一声。みそのさんの言うことなら聞くんだ。よかった。一人の自分か。ドッペルゲンガーって言うのよ。見ちゃうと死んじゃうんですって。怖いね。ゆかちゃん、そういうのどこで知ったの？ゆかね、怖い映画好きなの。怖い話のご本も。お姉ちゃん、どうかしたの？お手洗いをお借りしてもいいかしら？どうぞ。廊下を出て右に曲がった突き当たりよ。猫？あの、どなたかいらっしゃるんですか？これ、もしかしてバイブ？あれってすごく気持ちいいんだって。男の子とするとさ、妊娠したり病気したりすることもあるじゃん。バイブだったらそういうことないし、すっごく気持ちいいんだって。もしかしたら、いけない。汚らわしい。こんなに早くからこんないやらしいことを覚えて、なんて恥ずかしい。あなたなんて私の娘じゃないわ。ちっとも怖いことはないのよ。そうなのよ。いいのよ。ほら、これだけたくさんあるんだから、一つくらいなくなっても平気さ。平気なんだって。
思いもつかないくらい気持ちいいのさ。そうだそうだ。この部屋を出ないと何かひどいことに。ちゃんと見てごらん。いやらしいね。いやらしい子だね。いや、こんないやらしいの、私。君の手の中のものはこうやって使っても気持ちいいんだよ。知らない純粋無垢なお嬢様ですって顔した女には虫唾が走るわ。あんたみたいな女大っ嫌い。
空さん、トイレ遅かったね。何かあったの？教授、どうしたの？ドッペルゲンガーって言うのよ。見ちゃうと死んじゃうんですって。ドッペルゲンガーだったらいいのに。死んじゃいたい。きっとジンノ君に気づかれた。この女が最低だって教授は気づいたね。気づいたに決まってるよ。なんかあったのかな。さあ、あとを追いかけた方がいいかな。もしかしたら具合が悪くなったのかもしれないしさ。具合の悪い人があんなに走るかな。うん、それはまあそうなんだけどさ。ドッペルゲンガーを見たんだよ、きっと。ゆかちゃん、どこに行ってたの？私たち、お手洗い。キーカお姉ちゃんが遅いから様子を見に行ってたの。そうだったんだ。じゃあゆかちゃんはミサノさんがどうしたか知ってるの？さ、ううん、ゆか何にも知らないよ。だからね、ドッペルゲンガーを見たんだと思ったの。やだ、それじゃあミゾノさんが死んじゃうことになっちゃうわよ。あんまり縁起でもないこと言っちゃダメじゃない。そっか、そうだね、そんなこと言っちゃダメだよね。キーカお姉ちゃんのこと？うん、ゆか本当に何も知らないよ。じゃあゆかちゃん、私たちそろそろ。あんた一人で？ちょっと勝手なことしないで。神野くん一人の方がいいと思う。あー、俺もそういう気がするな。ちょっとちょっと、二人とも。
神野くん。みそのさん、急にいなくなるから心配しちゃった。一体どうしたの？私…みそのさん？え？しんの…みそのさん、怖い話苦手だったね。早く戻ろう、集合時間に遅れちゃうよ。はい、みそのさんの筆記用具。みそのさんってば何にも持たずに走り出しちゃうんだもん。びっくりしちゃった。ありがとう、柏木さん。ごめんなさい。うん、いいけど。じゃあ帰ろっか。ねえ、ちょっと教授、あんた、ミサナさんと何があったのよ。本当に？溝野さんは変な顔してるしさ、教授は教授でいつにも増して仏頂面だし。なにその言い方、ムカつく。自分が機嫌悪いからって私に当たらないでよね。だから、そんなこと、なんで見ず知らずのあなたに答えなきゃいけないんですか？あ、教授、この人が変なこと言うの。お前たち、あの館から出てきたな。中には誰がいた？いやーね、教授ってば、珍しいものでも見たような顔なんかしてさ。
どうかしたの？そうだね。私、おかえり、おかえり、おかえり。そうかね。ま、それはそれでいいが。では、ホームルームを始めます。そうそう、なんなんだけど、ちょっといいかしら。そうじゃなくて、いや、ちょっとそういうことでもなくて、普段のお前が彼をどう扱っているのかよくわかるな。ちょっと誤解しないでよ。私はちゃんと京ちゃんの面倒を。あら、二人とも知り合い？それを夢川が説明しようとしているのに、さっきから邪魔をしているのはお前じゃないのか。ちょっとちょっとちょっと、ロープロープ。それだけ言い返せれば十分に分かってるわよ。まったく、似た者同士だろうとは思ってたけど、二人とも友好的に喋る努力くらいしてよね。あのね、京ちゃん、こいつは私の幼なじみで、八瀬義樹っていうの。見た目は悪人面だけど、別に犯罪者じゃないから。予備軍だがな。あんたね、私がせっかくまともに紹介してあげてるのに。こいつはね、この町でちょっと調べたいことがあって、しばらくここに住むことになったから。だからそう言ってるじゃないの。予備軍だ、まだな。別に指示を俺と一緒にいろという話じゃないだろう。聞きたいことはあるか。今日会った、お前と一緒にいた連中は同級生か。中に一人、ハーフのような娘がいただろう。いちいち噛みつくな。俺はガキには興味はない。ただ、気になることがある。
下手をするとあの娘の命に関わることだ。お前たちは昼間妙な館に入った。そうだな。そこで妙な女に会っただろう。いや、奇妙な少女にと言った方がいいか。あの娘は今日様子がおかしくなかったか。しばらく気をつけてやれ。あの館には二度と近づいちゃいけない。特にあの娘は。半分くらいかな。あいつあんまり喋らないのよね。まあ本人も言った通り犯罪者予備軍みたいな物騒なやつだけど、本当に犯罪者なわけじゃないし、根はそう悪くないから、あんまり邪険にしないでやって。あいつああ見えて結構な苦労人だから。あ、そうそう、あいつねギターが得意なのよ。試しに弾かせてみたら。案外キョウちゃんとヨシキって気が合うと思うわよ。キイカさん、どうかしたの？いえ、なんでもないの。そう？キイカさん、今日は髪の毛が乱れているわね。身だしなみには気をつけないと、周りの人から恥ずかしいと思われますよ。はい。どうかしたの？いいえ、あの、今日は宿題が多かったから。そう、お勉強は大事だものね。こんな田舎に転校してきてしまったのだから、お勉強が遅れないように自分でちゃんとやりなさいね。
イカさん？何か声がしたのだけれど、何かあったの？あの、ごめんなさい。ちょっと嫌な夢を見て。起こしちゃってごめんなさい。もう大丈夫だから。そう、じゃあおやすみなさい。